族です。今日もとっても楽しかったです。エルマ、もっと成長したいな。いよいよ出撃ですぞ。たかがケルベロス、大魔王様。いいか、ケルベロス。いい返事だ。では。よし、じゃ。まだ。あ、ま。じゃ、ま。くそ。お、まったく。じゃあ
ま、さ、よし。よし。魔王。お。よし。ワンワン。ワンワンワン。いいか。ワン。お、おう。では。ワン。しかし、私。ワン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 。このあ。何をやっ。この。根本的に間違っているぞ。異名にしっかり犬の字が入っているではないか。ああ。ここまでアホだと。いっそすがすがしい。じゃあ、よし。
ケルベロス、こっちへ来い。俺が。よしよし。おい、何をしている？ゴー。だ、大魔王様、勘弁してくだされ。お前がやらずに誰がやるんだ。ほら。わう？こっちへ来ちゃいかんぞ、犬コロ。よし、ケルベロス。あの、ガーオの鉄球を叩き落としてみろ。わわ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 。ケルベロス、少し待ってくれ。さっきバフォメットの置いていった書類、あと。わっ、ワンちゃん、いらっしゃい。キョン。おっと。キョン。ちょっと、失礼しちゃう。私のどこが怖いって言うのよ。こんなピッチピチでキュートなのに。このノリが苦手なのだろう、とは思うが。ケルベロスはいる？ワン。やっぱりここだったのね。ちょっといいかしら。どうした、ファウスト。彼、覇王の指輪をはめられないでしょ。首輪に装着できるようにしてみたわ。おお、これはいいな。今まではベルトへ無理に吊るしていたが、これなら修練の時も気にならずに済む。気に入ってくれるといいんだけど。ワンワンワン。安心しろ。よかったわ。うわー、かっこいい。ファーストちゃん、私もアクセが欲しいの。作るのは構わないけど、あなた霊体でしょ。身につけられないと思うけど。でも欲しい欲しい。ワンちゃんばっかりずるい。わ、これは止まった。今のは一体。デリス、あなた今首輪に触れようとしたのよね。ひょっとして覇王の指輪が反応したの？指輪が？そうなのですか、リリス様。私帰る。リリス様、一体どうしたというんだ。なあ、お前はどう思う、ケルベロス。ワンワンワン。そうか、お前にもよくわからないか。彼女の様子も気になるし、話を聞きたいけど、考えてみたらこちらから彼女にアプローチする方法はないのよね。いつもリリス様が気まぐれに現れるに任せているからな。呼べば稀に出てきてくださることもあるが、リリス様の気が向かなければそれまでだ。仕方ないわ。機会があったらそれとなく聞いてみることにしましょう。ワン。ワン。では。じゃあ。え？いや。わかった。よし。わあ。くっ。うわあ。わふん。よし。まあ。わわ。思ったよりも難儀だな。確かに無理じゃ。無理無理無理、絶対に無理じゃ。ケルベロスは利口なやつだ。お前に噛みついたりはしない。それくらい分かっておりますわい。では
何がダメなのです？全部じゃあ！やれやれ。キュー。そうしょげるな、ケルベロス。ガオにも悪気はない。許してやってく。だがこんな状態では。まずは小生が手本をお目にかけましょう。見ていなさい、ガオ卿。では行きますよ、ケルベロス殿。お手ワン。ひゃー、バカ者、目をつむってどうする。ご勘弁くだされ、大魔王様。歴戦の勇者が。これでは拉致が明きません。ケルベロスがわしに敵意などないことはよう分かっとる。一体ど。では貴殿はそこでじっとしていればよろしい。その代わり。なお主一体何を。そんなに怖いなら目でもつむっていなさい。さあケルベロス殿。わやめい。こっちへ来るでないというに。わっほ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 わっわっ。ジェイ。これほどケルベロスが歩み寄っているというのに。ワン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 。なあ、ワンではわからんわ。ん、ちょっと待て、ガオ。お前はひょっとしてケルベロスが何を言っているのかわからんのか。わかるわけがありませんわい。なんとそうでしたか。原因はそれだな。確かにその辺の畜生が吠えているだけでは。お待ちくだされ大魔王様。大魔王様はこの犬畜生の言葉がお分かりになると。ひゃー。ガオ、お前が失礼なことを言うからケルベロスが怒ってしまったぞ。怒っちゃることはわかりますわい。先ほどからケルベロス殿はとても丁寧にガオ教を戦士として大変尊敬している。なのにケイと来たら。そんなことがなんでわかるんじゃ。むしろ分かっていないのはお前だけだ。なんでじゃ。なぜなんじゃ。お聞きしたいのは我らの方です。ともかく今日はこれでよしとするか。同感です。明日も明後日もこやつの言葉が分かるようになるとはちーとも思えん。わしには無理じゃ。もうダメじゃ。気弱なことをおっしゃいますな。ラゴンの言う通りだ。俺たちには後がない。ケルベロス、ガーオと少しずつ信仰を深めるのだぞ。ワワーン。ヒャー。ワン。さあケルベロス殿。ワン。そんなに構える必要はありません。あなたの魔力は今や魔界屈指。ワン。ワン。その息です。それでは始めますよ。ワフフ。ワンワンワン。だが、ワフ。よし。よし。ああ。お。よし。
わん。わん。わん。わふふ。わん。わふふ。わん。わふふ。気晴らしの散歩もほどほどにして。しかし、この俺が気晴らしに一人で散歩。ん？今謁見の間に誰か入っていくのが見えたが。ファウストだったか。はいはい、ファウストちゃん、いらっしゃい。あ、リリス、大魔王は留守？さあ、知らない。おしっこでもしに行ったんじゃない？くっ、リリス様、適当なことを。そう、生理現象なら仕方がないわね。そこで納得するな、ファウスト。出て行きづらいだろう。体があるって案外めんどくさいわよね。あなたは確か、先のトリリオンとの戦いで命を落として、そうよ、魔王たちは全員死んじゃうし、大好きなダーはコアになっちゃうし、もう散々。ま、おかげでババアにならずに今でもピッチピチだから、悪いことばっかじゃないけどね。ここだけの話、バフォメットだって結構いい男だったんだから。そう、今でも十分凛々しいと思うけど。ひょっとしてファウストちゃんっておじせん？それより、あなた随分達観しているのね。時間が経てばそんな風に割り切れるもの。ファウストちゃんだって人のこと言えないくせに。だってあなた魔界の住人じゃないもん。で、親しい人も全部置いて、わざわざあんなくせえ化け物と戦うには理由があるはずじゃない？冷静に魔界をサポートできるのは達観？信念？一体何？冷静だなんて、そんなこと。それに置いてきたしがらみなんて。そっか、ないのか。そういえば、あいつが俺の魂を使って叶えたい願いとは一体何なんだ。所詮は俺が死んだ後のこと、そう思って詮索するのを避けてきたが。昔ダーがコアになって消えちゃった時は、私もファウストちゃんみたいな顔をしてたのかもしんないな。あの時はもうこの世の終わりだって思ったけど、あと王にも私幽霊になっちゃったじゃない。普通に死ぬってどうすればいいのか全然わかんないし、ダーのおかげで魔界は助かってみんな喜んでるし、そうこうしてるうちにゼアボロスちゃんたちも生まれて、うちの一族も元気で、どうにかこうにか幸せに世界が回ってて、だからこれでよかったのかなって思ってたんだけど。再びトリリオンが魔界へやってきたとなると、いろいろ考えるよね。私が今ここにいるって、まあこれじゃないんだけど。リリス様、あのように明るく、だがそのお心は察するにあまりある。先々代が自らコアとなって再生したとはいえ、魔界はトリリオンによって一度滅ぼされたも同然だ。一つ聞いてもいいかしら。可愛い子ちゃんからの質問は大歓迎よ。なんなら特別に3サイズも教えちゃう。先日あなたがケルベロスの首輪に触れた時、覇王の指輪が光り輝いた。そういえば、あれは一体何だったんだ。なんで光ったのかは知らないけど、私の中の魔王としての力が指輪に反応したんだと思うわ。ほら、私巨色の魔王じゃない。すっかり忘れてた。そういえばそうだったわね。普通は魔王が死ぬと、時間が経てば次の候補者に紋章が現れるんだけどね。でも私の体から紋章消えてないし、ってことはまだ私が現役なわけ。
かといって霊体のリリスがトリリオンと戦うのは不可能。それなのよね。魔力はあるんだけど、今は羽根つきをむしるくらいが関の山。魔力があっても出力する肉体がないと結局。ワンちゃんまで頑張ってんのに。私ってばめっちゃ役立たず。そんな、あなたが気に病むことはないわ。慰めてくれてありがとう、ファウストちゃんって優しい。そんなんじゃないわ。私は早くあなたたちに勝利してほしいだけ。うん、知ってる。目いっぱい応援してくれてるもんね。そういう契約だから。細かいことはいいのいいの。ありがとね。ちょっ、リリス。いかん、あれはいろんな意味で入りづらい。ワンワンワン。ケルベロス、いいところに来た。頼む、俺と散歩でもしてくれ。ワン。しぃ、今越剣の間は取り込み中なんだ。もう少ししてから戻りたい。ワン。皆がそれぞれの思いを胸に長く苦しい戦いを強いられている。俺たちは一刻も早く勝利しなくてはな。ワンワン。ワンワン。ワンワンワン。お前は熱いところが得意だな。さすがは地獄の番犬と呼ばれるだけのことはある。だが今日の修練は一味違うぞ。この暑さの中で毛づくろいするんだ。ワン？ああ、もちろん。努力次第でイケケンになれるとも。ワン！なんだ、やる気満々じゃないか。では早速始めるぞ。ワン？はい。お、ええ、さっく、はい、はい。うん、よし。いや、まあ、ええ、はい、よし。わわわわ。いや、わわわ。こっちへ来るな、チューニー。なんだ、それなりに様になってきたように見えるが。本人は降りかかる火の粉を払っているに過ぎないようですが。魔界の命運がかかっているとなれば、小生ももう少し協力したいとは思うのですが。戦術理論を仏と言っても、相手がケルベロス殿となると、何しろまず体の作りが全く違いますゆえ。それはまあ。しかもさすがは地獄の番犬と言われるだけのことはあり、戦うことにかけてセンスは一級品。あとは新たに身につけた魔力を行使する術を徹底的に研ぎ澄ませばよいかと。となると仰せの通りで。しかもケルベロスのやつ、ガオに相当懐いているようだな。魔力が増し、万能感が増して、ケルベロス殿もかなり高揚しておりますことに加えて。ああ、楽しくて仕方がないのだろう。そういえば。はい。ワン！ワン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 ！やめんか！これはまた。日に日に練度は増しておりますゆえ。おい、ガーオ、少し休んだらどうだ。
根を詰めすぎるのも良くないぞ。とんでもない。大丈夫じゃ。わしはまだやれる。魔界の未来がかかっとるんじゃ。大丈夫。おい、ガオ。ガオ卿、お気を確かに。しっかりしろ。医師を呼んでまいります。ああ、頼む。なんと情けない。命がけで戦ってちゅう。おい、ガーオ、聞こえているか？気分はどうだ？大魔王さん。やっと目の。こりゃ、どうしたこと？大丈夫だ。今、ラゴンが医者を呼びに行った。わしは一体。なんだ、覚えていないのか？倒れて頭を打ったんだぞ。安静にしていろ。まこと申し訳ございませぬ。いや、構わん。それよりケルベロスに礼を言えよ。はあ、はあ、何をふぬけた声を上げている。散々世話になっておいて、倒れたお前をここまで運んできたのも、お前がもうダメだなんだとうめいているのを励ましていたのも。なんじゃこの光。なんちゅう暖かい光じゃ。和風。ああ、いや、わしはもう大丈夫じゃ。ガオ、お前ケルベロスと話ができるようになったのか。ほんとじゃ。お主の言うことがわかるぞ。では、やれやれ。ワンワンワン。強がるな、ケルベロス。ワン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 。お主は今までそんな風にわしのことを。ワンワン。そうか。お待たせをいたしました。なんと。こりゃ、ケルベロスよ。頼む、そんなにくっつかんでくれ。ワフン。ああ、ラゴン、急がせてすまなかったな。なんとまあ。雨降って、ようやく地が固まったようだぞ。これは、よろしゅうございましたな。ん？結果良ければすべてよし。こーら、くすぐったい中に、人の話を聞くんかい。ワン！ワン！ワン！ワンワンワフフワン。よし、いや、よし、ほっ、ワオーン。よし、はい、ワンワン、ワンワン、いいか、あの頭上にある太陽から、ワンワン、ワン、ああ。そうだな。お前ほどの運動能力があれば。さあ、行くぞ。ワオー、ワンワン、ワオー、ワオーン。悪くない。うん、うん、文句はないな。ほう、まずまずだな。大物が出たぞ。文句はないな。ほう、うん、まずまずだな。うん、まずまずだな。
今日はついている。かなりレアだ、うん、まずまずだな、まずまずだな。ほう、うん、悪くない。うん、ほう、うん、うん、ほう、ほう、文句はないな、文句はないな。うん、悪くない。まずまずだな、文句はないな。うん、おお、文句はないな。ほう、文句はないな、悪くない。ほう、なるほど。悪くない。うん、まずまずだな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 。ほう、ほう、おお、悪くない。うん、うん、文句はないな。ほう、ほう、まずまずだな。おお、うん、まずまずだな、文句はないな。文句はないな。ほう、ほう、悪くない。ほう、今日はついている。大物が出たぞ。かなりレアだ。悪くない。うん、文句はないな。大当たりだ。文句はないな。うん、今日はついている。かなりレアだ。うん、文句はないな。大物が出たぞ。悪くない。かなりレアだ。まずまずだ。悪くない。ほう、文句はないな、文句はないな。まずまずだな。ほう、うん、ほう、なるほど。うん、まずまずだな。おお、大当たりだ。ほう、うん、悪くない。文句はないな。悪くない。まずまずだな。まずまずだな。悪くない。大当たりだ。文句はないな。ほう、うん、うん、文句はないな。ほう、うん、うん、ほう、悪くない。まずまずだな。うん、まずまずだな。大物が出たぞ。大当たりだ。今日はついている。文句はないな。うん、まずまずだな。うん、ほう、悪くない。かなりレアだ。大当たりだ。文句はないな。ほう、ほう、なるほど。魔国院の付与だね。これでいいかい？毎度あり。
あら、どれがいい？他に何か、またいつでも来て。よし。ねえ。ま、ま。でも。ま。わふん。ま。うん。よし。わふふん。わんわんわん。ケルベロスのやつ、ガオとの和解をきっかけ、これはお前、はい、ケルベロス殿は今までの魔王様が、ああ、歴代の候補者に引けを取らないばかりか、魔力はさらに高められ、覇王の指輪は俺と地獄の番犬の名に恥じぬて、そして気合いじゃ、良き死を得たな、ケルベロス。うわ！
そこまで。やったな。あいつ。なーに、心配せんでも大丈夫じゃ。こう見えてわしは歴代の魔王様たち相手に乱取りをしておるじゃ。今のお前さんはその誰よりも強い。ワオワオワオン。ワオワオン。ワオワオン。あま、よし。ほう、よし。わふ、わふ。わふ、わふ。いや、おい。あま。そう。くん。わお。くん。俺からのせめてもの気持ちだ。よかったら受け取ってくれ。ここ最近、ケルベロスは大しく気高いやつだ。今やその曲がりなりにも勇者に対し、あ、いや、いいんだ。もし気に入らないのであれば。それに決してお前をバカにしたわけでは。そうか、好物だったのならよかった。喜んでくれて安心したぞ。ね、あ、いやいや、余計なことは気にせず。わお。あ、本当だとも。その証拠に日々飛躍的な魔力の高まりを見せながらも。わお。そうとも。お前は強くたくましく誇り高き地獄の番犬ケル。さあ、余すところなくしゃぶりつき真の力を発揮するための糧とするのだ、フンヌの魔王よ。わおわおわわ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 わ。これほどまで喜ぶとは、やはり犬の系譜に身を連ねるものと呼ぶにふさわしい光景だな。しかし、このビジュアル、皆が一気に不安になりそうだな。お前にと思い持ってきた。お前がよくエルマと一緒に遊んでくれたことを思い出して。ワンワンワン。すまん、
そうか。ワンワンワン。これを投げろというのか。ワン。よし、わかった。それ。ワン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 。ワオン。ワン。お、おお、なるほど。エルマとはこうやって遊んでいたのか。しかし、エルマのやつ、お前のことを完全にそこいらの犬と一緒にしていたようだな。よくよく考えてみると、エルマのやつ、今の姿はともかく、以前はあんなにいかつい猛獣だったというのに。ああ、わかった。しばし思い出に浸りながら遊ぼう。それ。俺に対する気遣いではなく、お、まあもちろんそれでも構わないが。あおん、いたたたたたたた、こんの貴様何をする。うん、何やら騒がしいな。やめろ、離せ。おい、ケルベロス。さっき俺が投げたのは。大魔王、これは貴様の差し金か。ケルベロスとじゃれ合って、ずいぶん楽しそうだな。なんだと。俺とケルベロスは、エルマを忍んで懐かしい遊びに興じていたところだ。エルマ殿を忍ぶ、だと。妹は、お前にも随分世話になった。貴様、私をからかっているのか。ああ、いっちゃ、やめ。ああ、おお、ケルベロスも喜んでいるようだ。感謝するぞ、ウリエル。そうか。まあ、そういうことであれば。わあ、このウリエル、エルマ殿への思いを胸に。ああ、ん、ケルベロスの良いストレス発散になったようで何よりだ。しかし、仕向けた俺が言うのもなんだが、ウリエルのやつ、正真正銘のアホだな。ありがとう。ええ、それなら。それで。もう。まあ、まあ、まあ。あ。わふふ。わ。それ、ぴょぴょ、ああ、はい、だが、それ。
ま、よし。くそ。わふ。わふ。わふわ。わふわ。よし、いしかし、よし、ほ、わおー、よし、はい、わふふ、大魔王様、わわ、なんだ、時折を振って、すまんな、わ、よし、小生も楽しみです。では、準備を。まさか。わわ。そうです。くっ、この重さ、これほど。まっ、ガオキョウ、よし、ケルベロス、今度は力を抜いていけ。今のお前さんになら難なくできるはず。わわ。大魔王、うん、力を操っだが、わしや、わん、心配。ああ、ガオの言う通りだ。お前は最初の頃と比べ物にならないぐらい強くなった。そしてその思慮深さ、今のお前になら魔界の命運を任せることに何の憂いもない。ケルベロス、臆することなく行け。ま、よし、くそ。わふ、わふ、わふ。よく来られた。わっ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 。
よく来られた。よし。おう。わふふ。わん。わん。いや。ま。あ、ま、よし。Woo!